ヒゲとドラマでヒゲだるまです。はい、ってことでね、ちょうどね、最近バレンタインがありました。おお、今回は2人のね、過去の失恋エピソードを話していこうかなとは思うんですけれども、おー、どうも。失恋エピソードなんてものは僕らの人生にはあります。ないあります。ない。あります。本当にない。あるあるあるよな。はい。失恋っていうのはさ、誰でもやっぱ一回は通るものだと思うよ。間違いないね。過去を振り返りながら、まあ基本的に過去は振り返らないんですけど、振り返らないなんです。振り返らないんですけど、まずさ、その失恋エピソード、俺らの大失恋エピソード話す前にさ、過去にバレンタインチョコどんぐらいもらったことある？芸能人とかでさ、もうなんか行列できるほどもらうとか、クラス全員がチョコ渡してくるとか。なあ、嘘だよ。なんなあんな嘘よ。あんな嘘だよ。マックスは3です。小学生の頃に3人同時にもらって。すごいやん。そうで、1人は俺が好きな子で、2人目はちょっといいなって思ってた子で、もう1人は全然意識してなかった子だったんだけど、で3人にチョコもらって、意識してなかった子のチョコが手作りで、マカロンで、めちゃくちゃうまくて。おお、手作りっていうのがまずポイント高いよね。そうそうそう、まあ3人とももちろん手作り。あ、はいはいはい、はい、でもその意識しなかった1人が、マカロン作ってきて、しかもそれがうまくて、あ、結婚するのはこいつだって思って。おお、胃袋掴まれてるよ、小学生の時に。俺それでその子のこと好きになる。お、好きになったよ、ちょっと。お返しました、ポイントで。お返ししたね。おお、してあげたいよ、ちゃんと。ああ、3人ともにしたよ。小学生ながらに結婚のことをガチで考えてた。まあ小学生の時はね、なんかそういう感じのことあるよね。俺はね、マジでね、本当にバレンタインの記憶ほぼない。ああ、マジで、うん、あんまもらった記憶がない。当時付き合ってね、彼女とかはあるよ。じゃない、そのなんかこうモテのバレンタインはマジでない。あ、モテてたよ。モテてたよ。モテてたよ。モテてたんだけど、そのなんかバレンタインエピソードとかはなくて、はい、そのいっぱいもらったみたいな。でももうさ、中学生とか高校生になってくるとさ、全員作ってきて全員に渡すし。ああ、いるね、そこもいるよね、うん、だからもう本命とか関係なしにもらっちゃうみたいな。俺はね、唯一一個だけあったわ。幼稚園の頃に俺もう結婚相手見つかった。その子からのバレンタインの時に仮面ライダーのチョコか、あの仮面ライダーのなんかが入ってた。おー、もうそれが嬉しすぎて、こいつ俺の好み分かってる。おお、結婚するなこいつは。まあ、なんで俺ら2人とも若い頃から結婚で決めてんだよ。まあまあそんな感じでね、まあ、バレンタインエピソードは言うてそんなないやん。うん、そうね。でも失恋エピソードありますからね。ありますよ。ちなみに失恋したこと何回ある？結構俺バリあるよ。あ、そっか。うん、俺はバリあるタイプ。確かにバリあるタイプ。俺って本当に基本的に自分が好きな子から好かれないタイプだから、結構本当失恋エピソードがあって、まあカルジャブでいくと、高校生の初めかな、親友と好きな人がかぶって、うわ、お互いちょっと照れくさくて恋愛の話そんなにしなかったのよ。で、一人の女の子好きだったんだけど、最近よく一緒にいるなと思って嫉妬してたのよ。そしたらなんか周りから付き合ったらしいよみたいな噂が流れてきて、うん、友達が同じ子を好きっていうのも知らなかった。知らなかった。知らなかったんですよ。なるほどね。それでもうなんかみたいになって、 LINE もしてた、その子と女の子と、うん、そういえば付き合ったらしいじゃんみたいな、うん、でそしたらそいつも悲しいみたいな送ってくるんだ。悲しいって、は別に悲しくねえよみたいな、送ってうちのこと好きだったでしょみたいに言われて、うぅー、うぜぇー、は好きじゃねえよって言って、マジでその日一人で同期。いやー、確かそれ辛いな。辛いでしょ。しかも友達なわけやん、ね、そうやな。もし俺と太一が同じ人好きになりました、うん、まあない未来だとは思うけど、同じ人を好きになりました、どうする？学生の頃と違ってもうその女の子はいっぱいいるってことに気づかない。違う違う、そういうことじゃないんで。学生の頃は気づかなかった。違うんだ、そういうクズエピソードじゃないんで、うん、もう片方がこの子マジで好きなんだよ、うん、ってなったら身を引くよね。もう今の年だと凌が好きって言っても、うん、俺がちょっと恋寄せてても引くだろう、うん、
俺は多分逆に太一じゃなかったら多分全然行く。はいはい、まあまず友達がおらないけどね。うん、まあそうや、友達が俺はおらんのやけど、まあ友達がいると仮定した仮定した場合ね、ないけど、ありえないけど、友達がいるなんてありえないけどとか言わせない言わせないないけど、その仮定したら多分俺は行くな。はい、けど太一とってなったら俺も右引くな。はい、てかもうお互いもうやめんってなるかも。いや、熱量が高い方になんか自然と譲っちゃう。まあそうね、もしかしたらどっちかが熱量高かったら譲るかもしんないけど、うん、同じ熱量ぐらいでやったらもうやめよってなるかも。はい、ここの関係崩れたらさ、女に崩されるのが一番最悪だからね、友情関係を。そう、女性も崩してみろ。かかってこいよまあないやろうな、俺と太一が好きな人かぶること、かぶることないね、タイプが違うもん。え、俺さ、亮の失恋話なんて聞いたことないかもしれない絶対あるよ、絶対聞いたことある。あ、嘘、絶対思い出す。だってお前ずっとこう彼女がいなくなったら別の人と付き合ってみたいな感覚があるから、はいはい、いや俺はね、基本的に自分が好きになった女の子を、俺は本当にとことんアプローチするから、はい、相手が最初意識してなかったとしてもマジでアプローチするから、最終的にはもう必ず付き合うっていうのが今まであったんだけど、一回だけね、二十歳ちょいぐらいの時に俺の人生で一回だけ失恋したことがあった。おお、あったっけ。まあ、当時ね、その年下の女の子に恋をしたわけよ。はいはい、まあ言ったらこう SNS とかで繋がってね、うん、なんかすげえ可愛いなと思って、タイプやなと思って、まあ年下の女の子やったんやけど、まあ、一緒にご飯行かないって言って、でご飯行ったんやけど、初見ね、まあやっぱもうそのまんま、はいはい、その SNS のまんま、そう、もう写真とかもそのまんまで、うわ可愛いなと思って、でも結構ちょっとこうドライっぽい感じで、はいはい、俺からしたら緊張するし、うん、警戒されてるなと。俺の顔って元がもうチャラいよね。チャラいね。俺の顔元がチャラいから、チンチンが歩いてるみたいなもん。もう誰がチンチンや。誰がチンチンが歩いてるし。いや、20歳ぐらいの量はチンチンが歩いてる。実際。そう。そうじゃないんだよね。そうじゃないけど、まあ、確かに高ぶる気持ちもあるわけ、ね。それをやっぱこう出したらダメだと、はい。だから、まあ、この子とはゆっくりね、仲良くなって、はい、距離を詰めていこうかなと。まあ、映画何か好きみたいな。最近 何見てるみたいな、まあたわいもない話をして、うん、じゃああとでなんか映画とか一緒に見たいねみたいな、ね、見たいねぐらいの会話して、はいはい、その子が家近かったの。俺そのまま初めましての時の食事の後に、まあ歩いてその子の家まで送ってってたの、はいはい、あえて自分の家の前を通ったわけ。おー、なるほどね。別にそこの横の道を行った方が多分近いんや、うん、けどあえてその自分の家を通るように歩いてて、うんうんうん、ちょうど自分の家が来ましたって。ここ俺ん家なんだけど一緒になんか映画とか見るっていうこのもうありきたりなね、ありきたりなね、ありきたりなね、うちでネットフリックス見るやん。そう、うちのね、うちでネットフリックス見る。俺が一番危ないですからね。ほんとよ、気ぃつけよみんな、これがね、こういうやつがやるから、そしたらじゃあじゃんけんしようって言われて、うわーいいねジャンプロンだ。そう、じゃんけんしようって言われて、うわ待ってとか、運命の分かれ道やん。めちゃくちゃ俺その子と別になんかそういうことしたいとかじゃなく、シンプルにその子ともっとこう密着したい、はい、あの心の距離もそうだし、うん、体の距離もそうだ。横に座ってね、あ、そうそうそう、肩と肩が触れ合っちゃうみたいな、ね、そうみたいなのがもう本当に一緒の布団をね、足かけちゃう。いやいや、もうそこまで行ったらもうやってる。足と足をこうちょっとこうそっと乗せちゃうみたいなね。そこまで行ったらもうやってる。まだやってないねまあそれで、うわもうじゃんけんやな、じゃんけんを提案されるっていうのがもう予想外すぎる。ああいい、ね、うわこれ2分の1かと思って、これ俺は行くぜ、俺は行く男だ、最初はグン、じゃんけんポイって言ったら負けたよね。負けたんかい負けてんけ、全然負けたよ。ああそこでなんか、いやもう一回しょとかもうダサいわ、はい、そんなことはもちろん言いたいよ、はい、もう一回しょもう一回しょって言ったら俺が勝つでしょ。ああダサい、言いたいけど、まあ、そんなこと言ったらダサいなと思ったから負けちゃったよ。じゃあ帰ろうかって。おー潔いよ。まあその時はね、潔くね、その子家まで送ったけど、家まで着いてワンちゃんの声がしたよな、はいはい、少しでも一緒にいたいから、はいはい、ワンちゃんちょっと
用意してよって言って、まあ、5分くらい一緒に散歩して、はいはい、まあ、その日はあのバイバイしました。おで、まあ、後日もう家近いから今から迎えに行くから一緒になんか映画でも見らうみたいな言ったら、そしたらいいよみたいな。おーおーおーおお、当時テラスハウスめっちゃ好きだったから、はいはいはい、テラスハウスとか見てるわけ、うん、で隣でこうやって見てて、でその当時もその家にソファーとかもないから普通の床でね地べたで座って、まあこう俺からしたらこうちょっと距離を詰めたい、で距離を詰めたいけどあの詰めきれない、うん、やっぱ相手もなんかこう警戒するだろうし、やっぱ自分もまだそんなこう経験あるわけじゃないから詰め方もわかんない、はいはいはい、ちょっとその前の日とかテレビで見てて、うん、毛布とかをこう膝にかけると、はいはいはい、こう2人の距離がこうぐっとこう、うん、縮まるみたいな、はい、これだと思って、すぐさま寒いよねって自然とこう毛布かけて一緒にこう入ってキュッとね。でも向こうから距離詰めることはない。俺もうそういうのを 2,3 回ぐらい繰り返した。もう俺これ好きやと思って、うん、もう好きやけどなんか多分向こうはまだ好きじゃない。あ、そうなんだ、ちょっと感触なかった。もう全く感触はない、はい、手応えはないけど、でもなんか手応えなし、手応えはないけどもしかしたら分かんないと思ったから、はい、とりあえず帰ってる時にね、今度花火大会行こうよみたいな、おそういう時期でもあったから、はい、この花火大会見に行こうやって言って、行こうみたいな。てかなんかまあ今すぐ付き合おうとかじゃないけどさ、俺好きなんよ。で向こうはびっくりして、えみたいな。あ、びっくり、全然、え全然友達だと思ってるって思ってた俺がね、うん、そう、もうそういう恋愛感情とかじゃない、もう一切触れてもないからさ、家近いからネットリックス見てみたいな関係だと思ってた。こっからや、もう気持ちを伝えました。でこっからもうデートするってなったら相手もちょっとずつこう意識したりするわけ、でそっからもう好きになったりとかもする可能性あるわけ。本当はねもうそのまま俺好きだから付き合ってが一番ストレートでいいと思う、はい、ただ当時のね俺はまだそこのなんか可能性を感じなかったし、まあ、直感的に今は好きっていうことだけは伝えたことを伝えたい、意識させることがね大事だったりしますから。そうで、うわもう次のデート楽しみやと思って、次の日、まあ、昨日なんか急にごめんね、でも本当に付き合うんだろう、で、まあ、次どこ行くみたいな LINE をしたの。帰ってこない、音信不通になりました。ガチガチ、それやばいな。あの正確にあの振られたとかではない、うん、あの音信不通になる、いやその方が一番辛い。だから何がダメだったかもう分かんない。うん、そうよな、うん、逆に手出さなかったら友達だと思ってたみたいな。そう、それもあるかもしんないし、はい、普通に男らしく、いや好きだからあの付き合ってほしいみたいなを求めてたのかもしんないし、はい、そこの詮索もできない、うん、そうだな、音信不通なんだから。インスタとかも確かもうその時ブロックされたんかな、うん、確かだから本当にもう何も分かんない。ガチ、もう俺そっから1年ぐらいずっとなんでないやろみたいなモヤモヤが振られて、なんかこう未練とかじゃなくて、いやなんでやったやろうなみたいなのはもうずっと続いた。未練はなんかもうその1ヶ月ぐらいで多分なかったんで、それがまあ俺の失恋エピソード、うんうん、記憶力良すぎて長い。長かった、すんごい、もう10分ぐらいこと細かに出会いから情景からでも俺もなんか友達にしか見えないみたいなタイチは友達になりやすいタイプやな。そうてかタイチって多分あんま男出さんや、ああ俺のイメージね、出せないのかな。俺はさ、もうタイチから見てもチンチンが歩いてるぐらいもう男が出てるわけ。確かに確かに、まあ俺はそういうのを結構多分もうストレートにスタイリッシュに出しちゃうから。まずロマンチストじゃないだろうし、変にカッコつけんのが逆に嫌なタイプだから楽しくいたい。だから言ったら友達の延長線上の彼女がいい、一番いいと思ってる人だから、だからなんかこう変に出せないというか出さないの、うん、出ない。俺逆なんだよな、友達みたいな感じがまあ一番確かに関係としてはいいかもしんないけど、完全にもう彼氏彼女みたいな、なんかお姫様、まあ、俺はそのお姫様までこうやってあげるスキルはないんやけどけどなるべくこうそういう関係の方がいいな。最近は割と違うっちゃ違う、全然こう女の子として扱う、うん、友達は友達みたいなのがになってきたかな、この年になってくると。そこで悩んでる人多そうだよね、なんか友達になっちゃうみたいな。確かに優しいよね、止まりみたいな、
やっぱそこの問題ってやっぱあるよね。どのぐらいこう男を落として意識させるかな。いや最近の悩みですよ。だって僕もこのキャラが出来上がってきてから、初めての出会いの場でもこのキャラで行っちゃうから、もう男として見られない。おもろい人、おもろい人ってなっちゃうね、だからおもろい人からこうモテの方に行けたらめっちゃ強いんやろうけど、強いね。おもろいからモテに行くこの壁が高いんだろう、ね、おもろさがさ下品やん。まあ下品っていうかうるさい、うん、うるさい耳障り目障りやん。なんか酒飲んでる時に爆笑できるんだけどみたいな感じやん。逆に何年か前だけど、完全にあっちは俺のこと好きで、俺もなんかこう面白い人ってよりかはもうちゃんとこうカッコつけてその子とデートしてたりしてた時があったの、はいはいはい、友達とかじゃなく、はい、で何回かデートしてでいい感じだったのすごい、はい、次会ったら告白しようかなぐらいの時かなの飯の時に、隣の席の人たちがなんか脇毛がなんちゃとか毛がなんちゃみたいな、なんか下品な嫌な会話をしてたの。二人で嫌だねみたいな感じで言ってて、でさすがに長いからちょっと言ってくるわみたいな、大丈夫そう言って、お立ち上がってドア開ける前にこうなんか段差があったの、そこで俺バラーンつまずいてバリこけて、ダセーマジダサいのよ。隣の人たちもなんかで俺もとっさに「すいませんすいませんすいません」って言っちゃって、うわーきつい、そうきつい、それは出ちゃったのよ普段の自分が。あその飯以降ちょっと反応が悪くなったのよ。いやー確かにそれは女の子からしたらちょっと見たくない一面よな。理由は聞いてないけど、結局振られて、その子にはね、次の時に会った時に理由は聞いてないけど、多分それで完全にそれでしょ、カエル化が起きたんだなと思う。いやそう、それ間違いなくさ、俺その場合だったらあのそのなんか言うみたいなのも読めた方がいいと思う。違うところ行こう、なんかけなすの、けなすとかもせずに普通になんか違うところに行く、はいはいはい、確かにそっちの方があるの方がスマートよね。もうその時は分かんないからさ、その時言ってくれよ。いやその場に俺おらんし、その話俺なんなら初めて聞いたしこれはマジでね、過去恥ずかしかった系の失恋話だね。それはずいね、それはきついわ。世の中でカエル化が回ってたけど、俺が本物のカエル化を起こしたやつだ。あんまなめんとき、本当のカエル化はマジで恥ずかしいぞどうしようもねえんだからあれ。ラストもう一個話したい失恋話ある。どんどん出てくるやん。じゃあどうぞどうぞ、ラスト行く話。ね、これは本当になんか心に来た悲しい話。仲いいグループがいて、そこに俺が呼ばれて後から入って仲良くなったみたいな感じのグループがあったの、うん、俺そのうちの一人のことめちゃくちゃ好きやったの。好きというか可愛い可愛い、ああ大地がその子に好意を持つわけ。そうそうそう、めちゃくちゃ好意を持ってて、それを俺ストレートに伝えまくるから、その回の人みんな知ってるみたいな、であっちもなんかまんざらではないけどさらっと流すみたいな、 そんぐらいのこうちょっとなんか M な感じでよかったんだけど、で何回か会うようになってって、そのうちのなんか男一人とその子がなんか飲み会の最後の方なんかやけにこう近かったの距離感が、あちょっと濡れてる雰囲気あったよ。そうなんかまあちょっとなんか嫌だな嫉妬しちゃうなみたいな思ってたんやけど、だから言うたらその男も知ってるし、俺が好き好き言ってるから好意、うん、を持ってることは。そしたら帰りにみんなタクシーでこうそれぞれ帰ってくる、うん、俺とその男と俺の好きな子の3人になったんだけど、普通にこう女の子から先に返してあげたいから、うん、帰んないよみたいな、うん、まあそう太一がこうあの一緒に帰ろうとかじゃなくね、そうそうそう、帰んな帰んな先みたいな、寒いでしょ外で待ってたのみたいな、うん、って言ったらなんかかたくなに帰らないの。その瞬間で「え?」みたいな、ちょっと なんだみたいな思ったんだけど、で俺が一番家遠かったから、それを必要以上にこう「あんたが一番遠いんだから乗ってよ」無理怒るよ私無理」なんか言ってきて、おおじゃあもうそんな言うなら乗るかと思って、でさっきいい感じだった2人を残すのは嫌だけど、なるほどね、そこはちょっとあったよ。そうそうそう、で乗ってまあ悲しくね先に出たら、ちょっと進んだ時に赤信号で止まったのよ、はい、見たくはないんだけど、うん、まあまあ気になるよね、うん、後ろ振り返って見たらタクシーにね
その残ってる2人が一緒に乗り込んだの。運命だどうか。キチキチ、まだ知ってるやつやしな。友達やねん普通に男も。俺が後から加わったグループだから、もともとそういう関係だったのかもしれないし、まあまあそれはね、うん、でもそれをなんか友達だからなのに言ってくんない感じと、でも別にそいつらは悪くない、男も女も、ただ勝手に俺が可愛いかは言ってるだけだから、はい、いいんだけど、なんか友達だし、その人たちとだけ関係をこう切ればいいっていうあれもあるけど、うん、それも無理なの。なんか会うとしたらみんなでみたいな感じだから、ね、他の人たちとも会えなくなっちゃうみたいな、はいはい、友達をこう一気になんか大量に失う、あ、なるほどね、ような感じになっちゃうの。だからまあ告るとかもなく、うん、なんかそれを見ちゃったから、うん、自然と自分からまあ降りちゃって、うん、心も折れちゃって失恋勝手にしたっていう。いやー、でもそれきついな。それマジでね、なんかきつかった。うわ、あれはかっこいいち、なんか心にきたね。まあでも恋愛ってそうやな。恋愛ってもう、そのうまくいかんかったらね、もうギュイになりますからね。あるからね。でもまあ自然とね、結局は時間が解決してくれるんだけどね。あとはね、こういうふうにこう、友達とかさ、うん、話すことで、いや、間違いない。まあもういっかっていうね、こう気持ちの切り替えにもなりやすいしね。間違いない。まあだからね、僕たちもね、そんなにね、すべてうまくいってるわけではないんで、はい、まあ、俺に関しては1個だけうまくいかなかったって話なんですね。俺に関しては半分以上うまくいってない人生だからね。で、恋愛なんて本当に8割方失敗で生きてきてるからね。元気出せよ、1回失恋したぐらいのやつ。俺の失恋エピソードいっぱいあったろ。なめんな。いや、そう考えると俺なかなかうまくいってない。うん、うまくいってないし、なんか人より絶対失恋しまくってる。それかあれじゃない、大使の魅力に気づける女がいなかったわけなんじゃない。まあそれもある、それもあるよりのあり。あとは大使が自分の魅力を自分で伝えるってことが下手くそなのな、できんかったの。あ、じゃあ俺のせいです。あー、つら、思い出したね。あー、本当だ。みんながみんなね、恋愛が全てうまくいくわけじゃないんだ。次、なんかまあ今回のこれがさ、ちょっと好評だったら、はい、こうみんなの失恋エピソードこう集めて、ああいいね、うわーってこうなんか話しながら、みんなのその失恋のあれを俺らの YouTube で浄化していきたいな。していこう。俺が浄化させてやるよ、いっぱい失恋してきたこの俺が。なんでね、今回の動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それじゃ、バイ。ああ、俺こんな辛い過去いっぱい持ってたんだな。知らなかったぜ。ああ、俺はあんまりないな。ああ、なさすぎるぜ。なさすぎてつまんねえぜ。こんな俺でも楽しく生きてるぜ。